はい、どうもこんにちは、こんばんは、ハンドです。ソード&PC、第14回になりますね。もう間もなく3ヶ月も放置していたということで、黒猫ハンドさんは、どこかに帰ってしまいましたんで、私、ハンドの方でね、続きをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。何番？ 1 番からですね。お、あ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 、はい。前回はね、どうだったかなんてもうね、すっかり忘れてしまいましたんで、普通に、仕事探して続きをやっていきましょう。体力が減っておりますね。まあ、相変わらずね、お金が稼げないってことだけはね、覚えておりますよ。パーティーの所持金は8,800円。まあまあかな。ちょっと泊まってみるか。あれ？会話できねえな。どうやって会話するの？会話できねえ。あれ？なんで？あ、会話できた。いらっしゃい。何かよくない？宿泊300ガメル。高いんだよね。あのテーブルトークの方のソードワールドだとこんなに高くないって前言ったか。泊まってみるか。なんか起きるかもしれないからね。はい、何も起きませんね。しかも体力全然満タンならないね。ちょっとお金無駄にしちゃったな。仕事はなんかないのかい？盗賊ギルドはどこかの遺跡を探検するために冒険者を探している。興味があるなら盗賊ギルドへ行ってみたらどうかね。あ、そうなんだ。じゃあちょっと行ってみましょうか。あ、そうだ、ちょっとアイテム確認しとこうかな。余計なものを持ってたりとかですね。マーファのパン、マーファのパンで生き返すんだったっけな。魔晶石もまあまあ持ってるね。アローもあるし、まあいいかな。はい、アイテムとかはやばそうですね。トードビルド。用があるなら奥へ帰りな。君たちの名は聞いている。ちょうどよかった。一つ引き受けてもらいたい使命がある。2週間ほど前、落ちた都市の近くで地震があった。しばらくしてそこを探っていた冒険者で、非常に珍しい古代都市の遺物を持ち帰った者がいる。どうも地震で新たな入り口が開けたようだな。放っておけばパダあたりの冒険者が聞きつけて、あっという間に遺跡を漁ってしまうだろう。それはいいが、とんでもないアイテムがあった場合、オランや盗賊ギルドの脅威になるかもしれん。めぼしいものは先に見つけて管理しておくことが重要だ。幸いこうした情報は盗賊ギルドが一番早い。行くなら今のうちだ。でもどうして我々に？勘がいいな。すでに10日前、より抜きのメンバーが落ちた都市のその遺跡に向かった。しかし彼らの行方は、これ何？知れないと。もしかして全滅したのでは？落ちた都市といえば危険な場所ですから。まさか君たちのようなただの冒険者とは違う。たとえそうであっても、こちらは報告が聞きたい。君たちにはその遺跡と先発隊がどうなったのか調べてきてほしいのだ。こちらからは一人腕利きのレンがついていく。
報酬は遺跡で見つけたものを半々と2000ガンベルでどうだ。おう、なかなかの、報酬ですね。やりましょう。こいつが連打。道は彼が知っている。一緒に頑張ってくれ。よろしく。うわー、ちょっと構造とだいぶ違ったな。ちょっとよろしくって感じ。ちょっとステータス見てみよう。冒険者レベル3。そうか、まあ大体同じぐらいということでしょうかね。装備は、まあ、大したことないね。基本的にまあシーフ、の技能しかまあ使い物にならないね。聖樹レベル一応1持ってるみたいけど、テーブルトークだとね、政治技能って結構役に立つんですけれど、このゲームだとね、モンスターの名前が分かるかどうかぐらいしか使われてないっぽいんだけど、他になんか機能があるのかな。なんかもし知ってる人いたら教えてほしいんですけど、じゃあ早速街を出ましょうか。まずは、もうここから直で行けんのか。街道を外れ、脇道を進む一行の前に見慣れない種族のグループが姿を現した。冒険者、これは神の助けだ。お願いです。怪物を倒してください。お前が怪物かと思ったよ。何者だ、こいつらは。多分、巨人族の末裔の意思では悪い種族ではなさそうだ。我々は近くの隠れ里に長年暮らしてきました。外の世界とあまり接触してません。ところが、ここしばらく鬼のような、お前も鬼みたいけど、怪物が家畜を襲い始め、やがては村人を襲い始めたのです。そしてとうとう私の娘が、若い者は出ててほとんどいません。老人たちだけではあの怪物たちに叶うわけはなく、困り果てていたのです。俺は急ぐからあまり関わり合いになりたくないな。それはあまりに冷たい。礼も何かありますよ。謝礼はどれくらいもらえます？お金などはありません。だー、やめた。ですが、先祖伝来の宝物は差し上げます。宝物？助けましょう。ありがとうございます。宝というのは壺でして、何の役に立つか分かりません。ただ親から幸運の壺なので、代々字読んでなかったんだけど、なんか掘ってあるな。ハイエンシェントだか、何時で怪しき者によりて危難にあわば壺を開きて、このことを、告げるべし。ゴグマゴゴグマゴ、ちょっとメモしとくか。壺に書いてあった、呪文ってことにしとくか。さすれば敵叶うことあたわず。ただしこのことを告げれば、今はの一度のみ乱れに用いるべからず。まあ一度きりということですかね。封印の壺みたいね。まあそんなものかな。何か癖のある言葉でキレキレにしかわからない。長いものじゃないようだ。これを持って退治に行くのはダメです。信用しないわけではありませんが、猫ババしようとするのはさすが盗賊ギルド。で、場所はどこだい？案内します。でけえ、ここです。ここの上にある洞窟の奥に怪物と私の娘が。なんか絶対俺らよりも強そうなんだけど。入り入り筆入りほうって感じ。広いね。
すぐ洞窟かなって、すぐ洞窟の近くまで案内してくれりゃいいのにな。これか、じゃあセーブしてきますか。あ、びっくりした。ステータスじゃなくて、あれセーブ、どれだっけ。これか、システム機能セーブ。じゃあ3番にしようかな。あれ、この曲新曲か、新しい、聞いたことない曲じゃない。なんかホラーゲームみたい。お、突敵だ。エリディン、久しぶりだな、エリディン。パーザム、人の名前もなんかちょっと忘れかけてるな。カリナはレーンこっちで動かせんのか。まあでも役に立たないよな。行け、エリディン。行くのだ。ケイブベア。ああ、なるほどね。洞窟のクマさん。あら、でもさ、全然攻撃してきたわけでもないのにさ、しかもこっち向いてなかったでしょ今。はい、後ろ向いてたのにさ、背後から切りかかるっていうのはどうなんでしょうね。行け、エリディン。あーい、頑張れ、足割り頑張れ。あー、当たんない、避けるね。クマがすごいフットワークで抜けているのをなんか想像しちゃうんだけど。よし、あら、そんなに体力はなかったんだな。避けるのはすごかったけど。おっと、当たらないかな。あ、ホボルド。今の我々なら敵じゃないかな。お、なんということでしょう。味方に当たんないんだっけ、大丈夫だっけ。おっと、
と矢を作ればよかったな。よっしゃ、来た。久しぶりにクリティカル、やっぱね、このゲームのクリティカル気持ちいいっすよ。こっちから回り込んでみるか。このぐらいサクサクいくといいね。弁当は。うん？何かありそうだけど、何もないみたいだ。嫌な匂いが漂ってくる。くちゃい。セーブしとこうか。4番。ああ、オーガーっていうとなんか臭いってイメージあるね。確かに。すごい硫黄の匂いだ。匂いだけだから。まあ、辛くもダメージは食らわなかったみたいけど、てか、オーガが臭いんじゃなくて、硫黄の匂いがしてんのか。あれ？今どこ？あれ、一周してきちゃったみたいけど。ん？本来こっちから来るはずだったのかな？あそこ通るたんびにダメージ判定があるんだね。なんかぐるっと、あ、こっちだ、あれだね。まだ行ってないところあるっぽいけど、ん？ああ、なんか溝っていうか道がないのか、あそこ。ん？あ、オーガだ。どうしようかな。エンチャントウェポン。4人分。バーとエリティン、アラム、ハチワレ。
この拡大指示でもいいよね。ロード層にもこれが欲しかったね。多分嫌なんて聞かないだろうな。うわー、いっぱいいる。このままじゃ魔法使えないもんな。一応矢打ってみるか。だよね。ああやっちゃった、間違えちゃった。いいですよ。クリティカルヒット3発出た、もんね。気持ちいい。まあ、さっきの巨人族が化け物みたいな感じで言ってたのは多分こいつらなんだろうな。よし、いいぞ。うわ、結構やばいぞ。バーとやばいぞ。なんとか魔法攻撃しないでもいけそうな感じがするんで、このままいっちゃおう。よしよしよし。いけ、エルディン。ああ、決めなかった。よし。どうやらこいつが親玉だったみたいだな。やっぱり寄り道しちまった。さっさと戻って、壺をもらったら先を急ごうぜ。あ、そっか。そうだ。これで終わりかな、このシナリオはって思ったけど、これは、道草だったんだよね。あれでもさ、娘は？娘、ここに転がってる骨かな？さっさと帰ってって言ってたけど、娘を取り返さないと壺くれないんじゃないの？親玉だったみたいだなーって。もうちょっと探索して娘さんを探さないといけないよね。確か娘も奥にいるって言ってたと思うんですけど、洞窟の奥の部屋に巨人族の娘が囚われている。その周りにはたくさんの骨が散らばっている。助けに来てくれたのですか？これ娘なの？生き残ってるのは私だけです。他のみんなは食べられてしまいました。どうしてあなただけが助かって？お前が食ったんだろう。バカ。バコ。一体何するんだ？
さっさと縄をほどいて助けてあげなさい。縄をほどいてあげると娘は俺もそこそこに逃げ出していった。まあこれで OK ということかな。適当に来たけど、運よく正解を引いてたどり着いたってことなのかな。これ左行ってなかったね。まあいっか。なんか敵がいる。よく戦闘開始になんなかったな。おい、さっき娘が無事逃げ出してきました。怪物を倒してくれたんですね。これで私たちも元の静かな暮らしに戻ることができます。本当に何とお礼を言えばいいか。言葉より物の方がいいな。はい、では約束通りこの壺を差し上げます。それでは皆さんお元気で。はい、あのお礼の品はレンが持ってっちゃうのか。なんかもらえるつもりでいるみたいだけどね。ここが新しい通路の見つかったあたりだ。このあたりは昔の魔術師の学院だったところらしいんだが、さーてどこから調べようか。ちょっとセーブして。あれ？なんかオンラインセッションでやったところ関係ないか。ソードワールドオンラインセッション、できればね12月ぐらいに再開したいなと考えているんですけれど、パーティーメンバーがね、私を除いて全員いなくなってしまったと。ということでね、メンバーを常に募集しているんですけど、なかなかね人が集まらなくて、もしこれを見てるねソードワールド好き好き少年、もしくは中年の人がね、一緒に遊ぼうじゃないですか私と。まあ、今のところ何人かねやろうかなって言ってくれてる人は少し現れてはいるんですけどもね、まだ人が足りてないですし、まあ確実にねスケジュールの都合とかで確実にまあ遊べるかどうかがわからない人もいらっしゃるので、できればね土日祝日は大体どこもどこでも開けられるよっていう人がね嬉しいんですよ。さっきのやつに比べると回避がすごいうまいというか当たらんですね。全然当たらない。
ケルドンウォーリアーか。こいつレベル1くらいなんだろうな。政治技能でこんなことぐらいまではね、わかるようにしてほしかったかな、そこはな。でもこのゲーム、非常に開発するの大変だったみたいですね。当時としては相当開発期間が長かったらしいですよ。ファイヤーウェポン、これで MP がもったいないからな。一人だけ、じゃあバートだけ。頑張れ。よし。アイテム装備しておかないといけないんだよね。あ、もう魔書籍がない。あ、じゃあ装備するでいいのか。あったよし。うわー、いっぱいおる。ちょっと待機してこっち来るの待つか。あら、移動できなくなっちゃったじゃん。いっぱいいるな。移動できないんじゃしょうがない。ここで待ってるしかないわ。じゃあみんなでここで待つか。ちょっとお前にも戦ってもらいたいんだけどな。かけてると歩ってこないからな。解除しちゃった方が早いかな。ホールドって何で解除するのかな。ないね。ディスペルマジックみたいな、あるじゃん。魔法ディスペルマジック、よし、これでみんなで出迎えればいいか。よっしゃ。おっと危ない。頑張れ。あっとっと。よし。なんだ、やるときはやりやすかったのか。you
お待ちかねのエリア。ああくそ、あの宝箱は気になるんだけど。よし、罠はないと思う。防御の指輪エンディング。おっと、素晴らしい。あれ、見えないんだけど、見えないんですけど。ちょっと見えないんだけど。ここに敵いるのかな。ここか。よっしゃ、ヒールストーン。もう一個あったのか。まだあるのか。あ、間違って例にあげちゃった。いいか。いや、よくない。いや、よくない。渡すの出てんだっけ。アイテム使うでいいんだっけ。レン、よし、扉に何かの紋章が刻んであるわ。これは古代魔法学院の紋章です。お、なんか怪しげな。待って、場所を大体覚えておかないとな。とりあえず、1階の探索を先に進めよう。鍵、あれかな、イベントアイテムがないとダメって感じか。東京確認する。鍵を開ける。お、開いた。
これはなんだ、小花か。何もないのかな。魔法学院だからね、結構重要な本とかあったんじゃないのかなと思うんだけど、どう敵か。この作業がめんどくさいんだけど。ルールか、やだなー。ルールっていうとなんか麻痺攻撃がね、ちょっと怖いんだけど。アンデッドか。あ、そっか、ちょっと今踊ろう。あ、やっぱりまだいたか。穴はないと思う。鍵がかかってるぞ。まああかんかった。鍵開けろ。頼むレン。おい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 、おー開いた。
なんかいたな今。下になんかチョロチョロしてるやつ、あれはなんだ、ただの敵なのかな。なんかイベントのなんか NPC とかかな。お、やった。ちょっとな、アイテム、アイテム、そうだね、他にも魔性的、これさ一つ一つ探すのすごい大変っていうか面倒くさいっていうか、結構ね、あのこんなにサクサク動くわけじゃないからさ、しょうがない、もう俺が預かっとこう。いやーでも嬉しい、魔性的こんないっぱい落ちてるなんてね。魔性的って設定上はなんか結構希少なんだよね。なんかもう新たに作ることはできないんじゃなかったっけ。なんか遺跡とかで見つけたものをね、使うことはできるけど、新たに製造することはできないってことだから、こんなにバンバン使っていいものじゃないと思うんだよね本当は。逃げにソードワールドのシナリオって面白いですよね。やってて楽しいもん、なんか。以前も言ったかもしれないですけどね、こういうゲームがもうちょい増えてほしいんだよね。なんか爽快感バトルとかさ、そういうのはいらないからさ。あとなんかこうイケメンキャラとか美少女キャラとかさ、こんなものはいらないからさ、やってて面白いって思う感じのワクワクするぜうしゃ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 って感じのゲームをね、もっと出してほしいなと。だからこの時代のゲームってさ、そういうのが結構、お、あ、これ開けたやつか。特に98とか、まあ、88よりやっぱ98なんだよな。98とか、タウンとか。98とタウンズのゲームが俺的にはやっぱりいいかな、こういう。X68000 はまたなんかこうどっちかっていうとね、アクションゲームシューティングゲーム寄りな感じだからね。よし、じ
じゃあですね、ここでセーブして今回はこれで終わりにしようかな。はい、じゃあ今回は3番にセーブしたと。はい、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。やっぱソードワールドね、久しぶりにやったけど面白い。うん、この続きはまた近いうちにやろうと思いますんで、またね、ぜひぜひ遊びにっていうかライブ配信じゃねえんだ、また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。